はい、ネットフリックスに、まあ、参加してですね、一番安いプランで990円で入ったんですけども、家族とヤクザ拝見しました。なんかね、なんと言いますか、一人の主人公山本を通じて長い時間を見てきましたけども、その時間の中で多様化する社会とかグローバリゼーションとかタブーとかね、それから義理人情、筋を通す、なんかね、さまざま感じるものがありましたね。特に最後の組長さんがね、先代の組長さんが息を引き取るところとか、なんかね、家族ってものを強く感じるところが今はどこにあるのかなと。私は YouTube を通じて家族ってものを作ったような気がしますし、まあヤクザでも反社会勢力でもないんですけども、こういった情報発信によって家族みたいな関係ができるっていうんですかね。その中ではやっぱりね、目をかけたくなる人もいれば、もうちょっと自分を見つめ直してほしいなと思ってあえてね距離を取る人もいたりとかして、まあ様々バラバラです。確かに平等ではありませんけども、まあ言ってみればこの YouTube を通じて速稼塾に集まってくださった、そういった縁を持った家族みたいな皆さんにはやっぱ一定の義理をね持って接したいと思うんですよね。その義理っていうのはいつでも何でもいいよいいよってものではなくって、やっぱりあえてね、あえて冷たく突き放して自分のことをしっかりと見つめ直してね、一からやってほしいなと思うところもあるんですよね。であとはね、なんていうんですかね、本当に溢れ出る気持ちがもうもどかしくって、贈り物に変わる人もいるのも確かなんですよ。この人はものすごく愛してくれてるなとかね、魅力的だなとか、下駄を履かしてあげたいなっていうふうに応援したくなる人っているんですよ。で全体で1000人以上も塾生さんいらっしゃいますんで、そのうちアクティブなのは毎日100人です。毎日の100人の方がいろいろ入れ替わり立ち替わり、いろんな形で私にアプローチしてくださってます。そこに皆さんに返信するってわけなんですけども、やっぱりね、素晴らしい言葉とかコミュニケーションっていうのはお返しする言葉やコミュニケーションも素晴らしくなってきますので、どんどん高まっていくんですよね。どんどん親密になっていきます。でも人を攻撃したり貶める言葉っていうのは受け取る方も気持ちが良くないし、ある程度ね、辛抱して踏みとどまってあげることも途中までなんですよね。明らかに敵対してくる人に対しては、もしかしたらまともに付き合いを続けていったらね、こちらからも売り言葉に買い言葉になるかもしれません。まあそういう意味で熱くなった温度は冷ます時期がいるかなと思いまして、一定の距離を取る人もいます。まあひどいことになるとね、波紋という形を速稼塾では取るんですよ。波紋というのは速稼塾の中である一部のカリキュラムでもあります。でもその波紋から帰ってきて速稼塾でもう一回やるときに、やっぱりこう懲役じゃないですからね、復帰ギャップっていうのがあったらいけないなと思うので、波紋したものに対してもやっぱり情報発信は続けていきたいなと思うんですよね。そしてしっかりと向き合った人にはどんな報いがあるのか、どんないわゆる差し伸べる手が多いのかってことも遠巻きに見ていただきたいですし、自分から諦めなければ、自分から遠ざけなければね、近づくものがあるんだってことを伝えたいなと思うんですよ。ただ家族とヤクザと映画にしてみれば、なんかね、仁義なき戦いっていう映画を見たところから始まって、最近ではねアウトレイジ、それから V シネでも様々な日本統一とかね、そういうシリーズがあったりとかしますよね。いや、私ね、最近の人気映画結構予算削られてきてきついんじゃないかなと思ってるところもあるんですよ。もちろん撮影の難しさとか表現の難しさもあるでしょうね。その中でも今回の家族とヤクザはものすごく洗練されていてね、細かいところまで考えられていたなと思います。すごいっすね。なんかそれ以上今はちょっと言えないんですけども、ラストシーンでつい込み上げるね
まあ、涙が止まらなかったということで、今ちょっとねだいぶ目も乾いてきたんでこうやって動画撮りましたけども、浩二さんはどのようにお感じになったでしょうか。家族とヤクザ、いやすごい作品だなと思いますね。これは続編はないと思いますけども、なんだか誰かとねお別れしたようなそんな気持ちがしました。なんかこれでいいんだろうかという、なんか逆に憤、ね、る勇気みたいなのも湧いてきました。いろんな感情が渦巻いた映画です。いやこの映画に出会えて本当に良かったなと思います。ご紹介ありがとうございました。